じゃーん、これはね、一番最初にゲットしたね、サルタサウルス。子供好きっていうね。かわいい。このキリングアームがマジでかっこいいよね。これで獲物を仕留めて食べる。でもこいつ多分草食っていうね。え、てか草食だろこいつ。草食ね。まあ高いね、木の枝についてる実とかを、実とか葉っぱを取ってたんじゃないかというね。で、これはエウクラドケロス。エウクラドケロスだね。鹿の祖先。角がでかすぎて、まあ生存に邪魔だったんじゃないかという、この鹿です。昔の鹿。これもキリングアームがついている。そして今回はなんとね、じゃん、8番。8番ということはなんと、だん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 、骨骨キングですよ、骨骨キング。ついに骨骨キングゲット。俺ね、正直ね、これ一番欲しかった。骨骨キング。なんとね、骨骨ザウルスなのに、人間がいるっていうね、骨骨キング。二足歩行でしょ、これ、明らかに。二足歩行。いいね、ということで早速開けよう。いや、マジ楽しみ、骨骨キング。よっしゃー。いやー、これマジ欲しかったんだよな、マジ奇跡。骨骨キング。すげー嬉しいんだけど。これ合体させたいね、早くね。こうやって、合体。たくさん集めて自分だけの骨骨ザウルスを作ろう。組み替えれ。1と2。暗闇で光る。まあ、暗闇で光るのはもう骨骨ザウルスのね、特徴ですから。ダダン。そしてガムでやる。きたガム。このガムすげえ楽しいな。早く開けたいな。全部ね、1000個溜まって一気に食べるっていう。1000個口に入るかどうかっていうと、このあれですよ。武器少な。ボディだ。これがボディですよ。皆さん、これがボディ。これなんだ。これちょっと取ってみるかな。骨骨ザウルスなら人間いていいのって話だよね、でも。でもこういうのあった方がかっこいいかな。俺どっちかっていうとこれが好きだ、一番。うん、一番ね、これが欲しかったんだよ、正直。うん、ぶっちゃけこれが一番欲しくて、骨骨キング。だからめちゃめちゃ嬉しかったよ、見つけた瞬間。いつも余ってんのがこの4なの、エイクラドケロス。これマジ人気ねえよ、こいつ絶対余ってるから。いつもこいつしかないんだけど、なぜかね、奥の方に8番があって、8みたいな、8だよね、これ。骨骨キングじゃねえか、マジかよみたいな。やっマジ絶叫したね、俺ね。人目をはばからず。うん。奥さんたちが俺の方見てたわ。このガキ何やってんだ、このおっさん何やってんだ、みたいな。おもちゃコーナーで、おっさん一人が、雄たけびを上げているというね。骨骨キング来たー。いや、ここまで叫んでないよ。でも、こんな感じ。お、これ骨骨キングじゃん。え、マジで ?8 番だよね、これ。来た、骨骨キングみたいな感じで。言ってたらさ、こいつ何言ってんだ、みたいな。気持ち悪い。こいつ危ねえんじゃねえかとね、言うね。いやでもね、喜ぶよ、欲しいおもちゃ見つけたらさ。うん、え、みんなもそうでしょ、欲しいおもちゃとか見つけた時さ、すげえ喜ぶでしょ。うん、来たーってなんない、時代来た、俺の時代来たみたいな。俺の時代、今日から俺の時代、今日から俺の時代来たよみたいな感じになるよね。そのね、テンションの上がりようがたまんないんだよね、このもうね、ドーパミン出まくってる。ドーパミン&アドレナリン&まあ、全てのホルモン物質が出てるわ、もう俺の脳内で。もう快感を与えてくれる。快感を与えてくれる。もうね、物質、分泌物がたくさん出てる。もうめちゃめちゃ簡単じゃねえか、これ。骨骨グリフォン。グリフォン作りてるぞ、早く。すごい、組み立てやから。さあ、見てくれ、この簡単なこのさ、これ、ギガの時俺やたら苦戦したからな、マジで。俺ギガの時やたら苦戦した。ほんとね、ギガね、難しい。部品も多いし、難しいんだわ、あれは。つうことでね、今回はこれ簡単にできるよ。普通の骨骨ギガ作った後にさ、普通の骨骨作ってやったら簡単に感じるからね。うん、あれだよ、あれ、あの小さい頃やったゲームが難しくてクリアできなかったけれども、大人になってふとやってみてやたら簡単にクリアできたみたいな、その時と同じ興奮、感動と興奮が味わうことができるっていう。よし、こんなもんでいいか。あ、ここもちょっと待ってね。せい、俺マリオとか小さい頃マジクリアできんくてさ、もう諦めてたな。で、大人になってやったらめちゃめちゃ簡単なのね。え、何これみたいな。俺こんな簡単なもんクリアできなかったのみたいな。マジかよ、俺のこのテクニックみたいな。俺のテクニック、え、これどうやってつけんの。あ、こうか。あ、これ口になってるんだ、ほら。で、顔、完成の儀。でん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 、でるでってんで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 ん、ドカーンとか、おー、ヒゲだ、ヒゲになってるのか、これ。かっけ、まさにキング。見てくれ。名前、ホレイショウ。ホレイショウだ、これ、ホレイショウ。ホレイショウって名前でしょ。かっけえぞ、おい。
あ、やっぱりリアにしよう。リア王、リア王です、リア王。王様といえばリア王でしょ。で、ここに、おお。で、アメンホテプにするか。アメンホテプ、おお、かっけえ。見てくれ、この時点でかっこいいぞ、おい。で、足をつけるのかな。こうか、ザン、そしてザン。かわいい。待って待って、すげえぞ、見て、ちょっと傾いてるけど、なかなかいい感じじゃん。あ、待って待って、まだ待って、ごめんごめん、ここ削ってな。せいせい、で、ズガーン、きたー、きたぞ、見てくれ、テルエル・アマルナ、アメホテプ4世です。きた、かっけー。あれ、待って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 くれ、待ってくれよ、これがねえぞ。あ、手前にあった、あぶねえ、焦った、泣いたわ今、あれねえと思って。よし、オッケー、マントね、王様といえばマントでしょ、マントがないとダメだよ。うん、マント、マント、スーパーマンにさ、マントなかったらかっこ悪いでしょ。そう、やっぱマントが大事だよ、重要重要。ザザンザザン、そして鎧をつけます。ダン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 、ドッキンドッキンドッキン、ズガン、ほほほ、かっけえ。見てくれ、この格好さ、見てくれ、おーおー。で、最後にこれだ、これを頭に乗せませる、これを頭に乗せませる、完成、骨骨キング、ダダン、骨骨骨骨界を牛耳るエンペラーキングです、キング。骨骨皇帝もいるんじゃないか、骨骨キングがいるってことは、骨骨エンペラー、骨骨エンペラーもいるだろう。よし、来た、見てくれ、このかっこよさ、こいつはひれ伏してるから、これひれ伏してるから、キング、キング、すいません、あ、キングぶっ飛ばした、キング弱いぞ、意外に、キング意外に良かった、じゃん。いや、いいね、キング、ほら、かっけー、これ一番欲しかったんだよね、骨骨キングが。奇跡的にあったぞ、嬉しいな。あとなんだろうな、あと持ってないのが1と2と5と6と7か。先は長いぞ、先は長いぞ、8種類あっかんね、これ。でもまあ見つけ次第すぐに買っとこう、これ早く集めたいな、マジでかっこいいわ。お、ここにいたわ、骨骨キング、上見てる、見下ろしてる、上から、もう天井人じゃん、天井人、わーお、紫色の冠をかぶってる、これきっと、きたー、上から見下ろす骨骨キング、知らずに暴れる怪獣たち、恐竜たち。ということで今回はね、この8番骨骨キングゲットできました。いや、嬉しいな。で、あとこれとね、エウクラドケロツとこのサルタサウルス、子供付きっていうね。よし、次回は何ゲットしようか。チーターも欲しいんだよね。チーターかオロロティタン。まあ何でもいいよ、持ってないね、だったら何でもいいや。ということで今回は骨骨キングでした。かっこいいね。また次回違う骨骨ザウルスでお会いしましょう。うん、ということでまた次回、バイバイ。やたらかっこいいぜ、これ。このヒゲを見てくれ。これで魔法を使えるってね、カエルを天から降らせることができるという最強のキングです。